アクサダイレクトの医療保険ワンメディカル。ワンメディカルは最新の医療事情を踏まえて誕生した医療保険。ベースとなる主契約は入院した日数ごとにお支払いする入院給付金と、手術した場合にお支払いする手術給付金の分かりやすいシンプル設計。がん、心疾患、脳血管疾患の三大疾病で手術した場合は入院給付金日額の最高50倍が受け取れます。さらに保証を手厚くする10個の特約をご用意。お客様のご状況、将来の不安に備えて自由に保険をカスタマイズできます。入院・通院時、三大疾病時に一時金がもらえる特約に加えて、最先端の医療をカバーする特約、万が一に備えての ICU 集中治療室治療を保証する特約、さらには女性特有の病気やがんに備える女性特約も用意しました。最後まで治療を諦めない患者申し出療養制度を保障。先進医療と患者申し出療養、この2つの違いをご存知ですか？先進医療は高度な医療技術として厚生労働大臣が定めた病院でのみ受けることができる医療行為のことで、それに対し患者申し出療養とは、患者からの申し出をもとに新たな医療技術について審査を行い、身近な医療機関で先進的な治療を受けることができる制度です。しかし先進医療も患者申し出療養も公的医療保険の対象外となるため、全額自己負担です。主な患者申し出療養の事例です。例えばがん治療に使われた療養技術では、患者の遺伝子情報をもとに治療薬を発見しましたが、日本では承認されていない薬なので、患者申し出療養制度を活用して治療が行われました。費用は約45万円。こちらも全額自己負担になります。ワンメディカルでは、先進医療と患者申し出療養による療養を受けたとき、技術料と同額、通算2000万円までを保証します。さらに給付金と合わせて一時金10万円を受け取れます。アクサダイレクト生命は、最後まで治療を諦めたくない方を最新の制度に適用する形でサポートいたします。最新の医療事情をカバー、 ICU 集中治療室を保証する特約。最近耳にすることの多くなった ICU 集中治療室、 ICU に入る理由は様々です。例えば新型コロナウイルスで呼吸器の状態が悪化したり、インフルエンザウイルスが脳神経へ到達したりすると、 ICU での管理が必要になることもあります。また交通事故や突発的な事故によって大きな外傷を負った場合、そのまま ICU へ入ることも。心臓や循環器など体に大きな負担がかかる手術を受けた際、その直後は ICU にて管理し、回復の経過を慎重に見るのが一般的です。ウイルス感染によって臓器不全に陥る敗血症にかかり、 ICU 管理を受けた場合、 ICU への在室は平均して15日間になります。この間にかかる医療費は、高額療養費制度を適用しても約11万円かかります。 ICU での治療にかかるのは医療費だけではありません。長期の入院に伴う収入減少や、付き添う家族の宿泊費、その後のリハビリなどにもお金がかかります。そう、 ICU での治療は経済的負担が大きくなります。ワンメディカルの集中治療入院時一時金給付特約では、 ICU 管理を受けた時に一時金20万円を受け取れます。総合周産期特定集中治療室など、その対象範囲は広く設けております。幅広い疾病や臓器移植に備える充実の一時金特約。がん、心疾患、脳血管疾患のいわゆる三大疾病は、年を重ねるにつれ増加傾向にあります。三大疾病の治療のために転職した場合、収入が増加するよりも減少する割合の方が多く、治療の長期化や高額な治療費などに備える必要があります。特定疾病一時金給付特約 A は、11疾病による治療を受けたとき、臓器移植を受けたときに一時金が受け取れます。対象となる疾病はこちらになります。三大疾病だけでなく、
糖尿病や高血圧による疾病など生活習慣病も保障します。さらに臓器移植を受けた時にも一時金を受け取れるので万が一にも安心です。長期入院時の収入減に備える収入支援特約。病気や怪我の症状によっては入院期間が長引いてしまうこともあります。病気や怪我で仕事を休み、その間給与を受けられないとき、傷病手当金が支給される場合もありますが、毎月およそ10万円から19万円ほど不足すると言われています。そう、入院は長引くと収入面での不安が大きくなります。継続入院時収入支援特約 A は、継続して30日以上入院したときに給付金が受け取れます。長期で入院した場合の収入減少に備えることができます。治った後の人生まで考える、充実の女性特約。ここでクイズです。女性のがんになる部位で最も多いのはどこでしょう？正解は乳房、乳がんです。ここで注目したいのが、乳がんの手術後に行われる乳房再建術です。がんの再発率を減少させる効果がある乳房再建術を選択される方は増加傾向にあります。乳房再建術の多くは保険適用です。ですが、選択肢のすべてが保険適用というわけではなく、保険適用外の手術もあります。ワンメディカルの女性特約では、女性特有の病気やがんなどで入院したとき給付金を支払いします。さらに女性特定手術を受けた時にも給付金を支払いします。特定不妊治療も保証します。乳がんによって乳房を摘出した場合、乳房再建術を受けた時は女性疾病入院給付金日額の100倍の給付倍率で保証します。最新の医療事情をカバーし、幅広いニーズに対応した医療保険、アクサダイレクトのワンメディカル。より詳しい内容はパンフレットまたは取扱代理店にてご確認ください。